コラボ企画、はい、私は先ほど伺いましたのでですね、今の恵子さんが、カモン、ちょっとかわいい、今からね、恵子さんがね、そう、恵子ちゃんのバンドさんとやるということで、やっぱりね、桃江ちゃんコーナーを今からさせていただきたいと。で、その桃江ちゃんの曲をですね、今年も歌っていただきます。はい、緊張しております。ボーカルのニュール見てんねん、ほら、いいでしょ、コーラスター行ってたら華やかで、うん、でもまあね、うん、何がちょっともう、ということでですね、恵子さん、恵子さんは今日何が一番良かったですか、ご自分でやってて。聖子ちゃんが、全部良かったです。そうださすがアイドル。でもほんま良かった、めっちゃ良かったですよね。あ、はい、だから今からその桃江ちゃんの曲をですね、聖子ちゃんが桃江ちゃんどう歌うんかということで、はい、皆さん、ちょっと私たちも急に入ります。はい、歌番組2っていうことで、はい、我々急に井上順と吉村マリンにさせてもらうと思います。よろしくお願いします。なんとなくそんな感じだと思って見てください。せっかく、ねえ、マリさん、グレヒッピーマリさん、なんでやねん、なんでやねんってマリさん言わないでしょう。これ見てよ、グレタヒッピーのキャラ設定で今日来てんの。そうですよ。ガラ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 、まあまあ、マリさん、はいはい、はい、もう急に夜の人スタジオと思って見てください。YouTube で夜の人スタジオ見て、なんかメドレーのコーナーとか見たことあります？オープニングの時にね、夜の人スタジオって最初に相手のね、次の紹介する人の曲を歌うんだよね。そう、次の人の歌を歌うっていう、ありましたよね、覚えてます？覚えてます。今日はそういう年齢層、そんな体だと思って聞いてくださいね。いいですかね。そうなの。あ、じゃあ聖子ちゃん、桃江ちゃんの曲、はい、桃江ちゃんの曲歌えるかな。桃江ちゃん歌うので、桃江ちゃん風の衣装で来ました。桃江ちゃんも聴いてるから。そうですよ、靴も。ごめん、これ桃江ちゃん靴も黒に変わって、リボンも黒に変わって、ちょっとブルーにして、ちょっと桃江モードですよ。もうすっかりじゃあ桃江ちゃんに聴かせても大丈夫ということで。大丈夫です。頑張って練習してきましたか。かなり練習しました。じゃあ聖子ちゃん頑張って歌っていただきましょう。やばい、はい、じゃあ歌ってください、どうぞ。ではよろしくお願いします。Yeah.
入ってましたね、私ね。あーとか言って、あきらちゃんの思い出した。